はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の一日一冊はこちらです。角田光代さんの愛がなんだです。久々に主人公にドン引きする小説を読みました。主人公は尽くす女、惚れた男に尽くして尽くして尽くしまくり、その男のために仕事も辞め、あげくその男が好きな女との仲を取り持つ始末。一体最後はどうなるんだとヒヤヒヤしていましたが、まさかそんな形で着手するとは。ラストシーンはちょっと唖然としてしまいました。好きであるものを優先しようとすると、他のことは好きなものより好きではないに変換され、つまりはどうでもよくなってしまうのだ。まあ、文中のこの言葉を極端にしたのがまさにこの本の主人公なのでしょう。まあ、正直主人公には1ミリも共感できませんでしたし、読んでてもう苦笑しかなかったです。私の奥さんに聞いてもこんな女おらんとのこと。いや、しかしですよ、角田光代さんが小説にしたということは、きっとこういう方もいるんでしょう。そしてこういうことで苦しんでいる方もいるということでしょう。まあ、小説の醍醐味は読んでて共感できることだけに合うのではないと思うのです。読んでて全く共感できない登場人物に出会い、こういう考えをする人もいるんだなということを知り、自分の気持ちのレパートリーを増やす、まあ、そういう意味では私に非常に大きなインパクトを与えた一冊でした。ぜひ皆さんも角田光代さんの愛がなんだを読んで、こんな人いるいる、いやこんな人おらんだろうと、皆様のご意見をお聞かせ願えれば嬉しいです。と、こんな感じでこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。